アパラジアンダルシマーは、もともとは、米国のアパラジア地方で演奏されていたチタアカの弦楽器で、3本、または4本の弦を持つフレット付きの弦楽器である。銅は、板の長さまで伸びており、フレットは、一般的に、全音階である。アパラジアンダルシマーには、多くの変名がある。ほとんどの場合、単に、ダルシマーと呼ばれる。 関連のないハンマードダルシマーと区別する必要がある。場合には、様々な形容詞が付け加えられ、例えば、マウンテンダルシマー、ケンタッキーダルシマー、プラックダルシマー、フレットダルシマー、ラップダルシマー、ティアドロップダルシマー、ボックスダルシマーなどと呼ばれる。楽器はまた、ハーモニウム、ホックフィドル、オルゴール、ハーモニーボックス、マウンテンチターなどの多くのニックネーム愛称がある。 アパラチアンダルシマーは19世紀初頭にアパラチア山脈のスコッチアイルランド系移民のコミュニティに最初に現れたがアイルランドやスコットランドで知られているという前例はない。このような理由と記録が不足していることからアパラチアンダルシマーの歴史は最近までほとんどが推測の域を出ていなかった。1980年以降より広範な研究が行われ、 いくつかの異なる時代を経てこの楽器が発展してきたこと。また、スウェーデンのフンメル、ノルウェーのランゲレーク、ドイツのシャイトホールと、フランスのエピネットで、ポージュなど、ヨーロッパのいくつかの類似した楽器が起源である。可能性が高いことが明らかになってきている。民族視野のルーシー・エム・ロングは、この楽器の歴史について、次のように述べている。 ダルシマーの歴史的な記録はほとんど存在しないため、最近になって、ラルフリー・スミスとエル・アラン・スミスが古いダルシマーを分析して、ダルシマーの歴史を再構築するまで、その起源は推測の域を出ませんでした。ダルシマーの機関学的発展は3つの時期に分けられます。過渡期、復活前、または伝統的なもの、復活期、または現代的なもの、 ウェストバージニア州ボルガ出身のアパラチア地方の県、楽器制作者、チャールズ・マクソンは、初期の入植者は、道具と時間が足りなかったために、より複雑なバイオリンを作ることができなかったのでは、ないかと推測している。これが、ドラマチックな曲線の少ないダルシマーを作るようになった要因の一つである。彼も、また祖先楽器として、ランゲレーク、シャイトホルト、エピネットで傍受を挙げている。 マウンテンダルシマーの真の標本は、ケンタッキー州ノット軍のジェイ・エドワード・トーマスが制作、販売を開始した1880年頃より、前のものはほとんど存在しない。マウンテンダルシマーは、音量が控えめなため、家庭の小さな集まりに、最適な談話必要の楽器として使われるようになった。しかし、20世紀前半の間、マウンテンダルシマーは珍しく、 アパラチア地方に散らばったプレイヤーに供給していたのは、ほんの一握りのメーカーだけだった。事実上、1930年代後半以前の、オーディオ録音は存在しない。フィールドで民謡を集め、コンサートホールで演奏したロレイン・ワイマンは、1917年5月1日発行の、防具氏に、アパラチアダルシマーを手にして登場した。第一次世界大戦の頃、コンサート会場で、 アパラチア民謡を歌っていたソプラノ歌手のロレイン・ワイマンはコンサートでアパラチア・ダルシマーを披露して一躍脚光を浴び、防具士にトーマスという楽器を手にした姿が掲載された。しかし、ワイマンはピアノ伴奏で歌うことを好んでいた。この楽器が真のルネッサンスを遂げたのは1950年代のアメリカでの都市型民族音楽の復興期で、 ニューヨーク市の聴衆の前でこの楽器を使って演奏したケンタッキー州のミュージシャン、ジーン・リッチーの活動がきっかけだった。1960年代初頭、リッチーとパートナーのジョージ・ピッコーは、ケンタッキー州在住のの親戚ジェスロ・アンバーゲーが作ったダルシマーの販売を始めた。やがて彼らは、ニューヨークで自分たちの楽器を作り始めた。一方、アメリカの民族音楽家、 リチャード・ファリーニャもまた、アパラチアン・ダルシマーをより多くの聴衆に広め、1965年には、この楽器は、民族音楽界では、おなじみの存在となった。アンバー・ゲイに加え、彼の製品が完成するまでには、当時は、生産を停止していた、ホーマー・レッド・フォード、リン、マックス・パッテン、a w ジェフリーズ、ジョエル・ラピスなど、1960年代半ばの影響力のある、 楽器製作者がいた。1969年、マイケルハワード・ラックは、カプリトーラスという会社を設立した。彼らはこの楽器を初めて量産しただけでなく、楽器の製造と演奏を容易にするためにデザインを変更した。ボディを大型化し、伝統的な木製のペグではなく、金属製のフリクションチューナーやギア付きチューナーを取り付け、チューニングをより簡単に、 より信頼性の高いものにした。構造的には、アパラジアンダルシマーは、ボックスチターを発言楽器にしたもので、民族楽器と考えられている。アパラジアンダルシマーは、伝統的に木材で構成されており、初期の楽器は通常、ビルダーが住んでいた山の特定の地域で、一般的に見られる木材を使用して、すべて一種類の木材で作られていた。最近では、 ギターの美学と構造の理想が適用され、サウンドボックスのトップには、スプルースやシダーのようなトーンウッドが好まれている。バック、サイド、ネックには、マホーガニーやローズウッドのような硬い木材が使用され、指板には、ローズウッド、メープル、黒炭のような硬い木材が使用されている。現代のダルシマーはアメリカで生まれ、現在でも、その大部分がアメリカで作られているため、クルミ、 菓子桜、リンゴなどのアメリカ産の紅葉樹も今でもメーカーによって頻繁に使用されている。多くの民族楽器と同様にアパラチアンダルシマーには多くの形、サイズ、構造の細部のバリエーションで作られてきて現在も作られ続けているが特定の形式は他のものよりも人気があることが証明されており主流になる傾向がある。一般的な形式は 細長いサウンドボックスを持ち、ネックはサウンドボックスの中心にあり、楽器の長さを貫いている。典型的な楽器の長さは70から1 0 0トル、最も幅の広いバウトの幅は16から1 9トルで、サウンドボックスの深さは約5から6トルである。シバンヌトップはサウンドボックスの表面から約1 2 5トル上に位置している。 サウンドボックスには通常2つから4つのサウンドホールがあり、下部のバウトに2つ、上部のバウトに2つ設けられている。これらは様々な形状をしており、伝統的に好まれているのはハート型や伝統的なバイオリンの F ホールだが、メーカーは頻繁に独自のユニークなサウンドホールの形状を持つ楽器をパーソナライズしている。楽器の全体的な形状は、 様々な形をとっているが、最もポピュラーなのは、砂時計、楕円形、累積型、細長い台形、または長方形である。ネックの一端には、チューナーを収納するヘッドストックがある。ヘッドストックは、最も一般的にスクロール型か、パーラーギターやバンジョーに見られるような形状をしている。ある程度までは、ヘッドストックの形状は、 選択されたチューナーのスタイルによって決定される。古い楽器や現代の伝統的なデザインの楽器ではバイオリンスタイルの木製摩擦ペグを使用している。現代の楽器ではより一般的に金属製のマシンヘッドを使用している。ネックのもう一方の端にはテールブロックがあり、ここには弦のもう一方の端を固定するためのピンやブラッドが入っている。弦は エンドピンとチューナーの間に貼られ、ブリッジとナットの上を通り、弦の長さを決定する。ナットとブリッジの間には、指板があり、指板には、全音階間隔で12から16の金属製のフレットが取り付けられており、ゼロフレットはあったりなかったりする。指板の端とブリッジの間では、ネックは掘り込まれて、サウンドボックスのトップ近くを通る、ホタテ会場の空洞が形成されている。 この部分は、ストラムホローと呼ばれ、ピック、指あるいはビーターを使って、弦を鳴らすためのスペースである。一人用と二人用の楽器が作られているが、マルチネックの一人用ユニットも作られている。アパラジアンダルシマーの大部分は、シングルネックの一人用楽器であり、これらの楽器は2本から十数本の弦で作られて、きたが、古い楽器では3本が最も一般的な弦数となっている。 現代の楽器は通常3、4、5、6本の弦を持ち3コースまたは4コースのいずれかに配置されている。多くの可能性のある弦の配置が存在するが以下は典型的なものである。アパラチアンダルシマーはアメリカ南部、特にアパラチア地方にある個人の職人や家族経営の小規模な企業によって作られていることが多い。 特注の楽器を注文するのは簡単で比較的、一般的で、特注のアパラチアンダルシマーは、他の特注の弦楽器よりもかなり安価で、購入することができる。ルーマニア、パキスタン、中国からの安価な輸入品が、徐々にアメリカ市場に進出している。ジョン・ベイリーの著書メイキングア,ンアパラチアンダルシマーは、現在も印刷されているいくつかの本のうちの一つで、 ダルシマーを作るための手順を提供している。アパラジアンダルシマーのフレットは一般的にダイアトニックスケールで配置されている。これはギターやバンジョーのような楽器が半音階でフレットをつけているのとは対照的である。1950年代半ばには一部のメーカーではオクターブの半音下に少なくとも一つの追加フレット、いわゆるロック &A ハーフ、ロまたは 6を追加するようになった。これにより D3A3D4 にチューニングされた場合、開放弦から始めてアイオニアンモードで演奏することができるようになった。このアレンジはしばしばコードでのメロディ演奏をより助長することがわかっている。また、13フレットと呼ばれる6から1オクターブ、上のフレットを追加するのが一般的になり、1970年代後半には、 この追加フレットが標準になった。やがて一部の楽器制作者は1と8のポジション、または4と11のポジションにさらに追加のフレットを提供するようになった。これらの追加フレットは最長限せずに多くのスケールやモードを使用することを容易にする。おそらく必然だったと思われるが、この傾向は最終的にオクターブあたり12のフレットを持つ。 完全なクロマチックダルシマーの登場につながっていった。しかし、クロマチックフレッティングはダルシマー奏者の間では、いささか論争の的となっており、伝統派はダイアトニックンの信憑性が高いと感じるものを好んでいる。アパラジアンダルシマーは金属製のワイヤーゲンを用いているが、低音部には巻きゲンを使用することもある。これらの弦は、 バンジョーやギターに使われている弦と非常によく似ており、メーカーが特別なダルシマーセットを提供する前はバンジョーの弦がよく使われていた。典型的なダルシマーの弦のゲージは直径約0.026インチから0.010インチの間にあるが、この範囲以外のゲージが特殊な調律や範囲の広い演奏スタイルを容易にするために採用されることがある。 アパラチア・ダルシマーの標準的な長弦はないが、楽器の形状と同様に、特定の長弦のアレンジが、他のものよりも人気があることが知られている。伝統的に、アパラチア・ダルシマーは通常、G3G3C3、C4G3C3、または、C4 回 3C3 にチューニングされていた。ノート、ダルシマーは、膝の上やテーブルの上に寝かせて演奏することが、 多いので、楽器を直立させた状態で演奏すると、最も高い弦が左になる。これは最も低い弦が、左になる。他の弦楽器とは逆である。しかし、ダルシマーのプレイヤーは、弦の名前を、一番低い弦から一番高い弦まで、という順番でつけることになれている。これは、通常、弦の名前が、楽器に現れる順番を逆にしたもの、つまり、右から左へということになる。 したがって、蒸気で引用した調律は、より一般的に次のようになります。C3G3G3C3G3C4、そして C3 回 3C4 です。この規約は、記事の残りの部分でも使用されている。1950年代と1960年代のアパラチアンダルシマーの復活に伴い、プレイヤーはより高いピッチの上限を支持し始めた。これは、 多くの弦楽器の歴史において珍しいことではなく、プレイヤーはしばしばより高いチューニングが楽器の音を明るくすると主張している。その結果、元々の伝統的な調律は一段階上に移動し、次のようになった。D3A3A3、D3A3D4、D3G3D4 は3コースのアパラチアガルシマーのためのもとも、 一般的な現代的なチューニングです。D3A3A3 は IVV 調和関係にある。つまり、全音階の蝶々の主音は低音弦上にあり、中音源と旋律源は前後と上にある。このチューニングでは、全音階の主音のフレットが旋律源の上に置かれる。これにより、イオニアンモードでの演奏が容易になる。 メロディは上限のみで演奏され、フレットのド度ロー弦がシンプルなハーモニーを奏で、この楽器に特徴的な音を与えている。異なるキーやモードで演奏するには、伝統的な演奏家は楽器を調律し直さなければならない。例えば、マイナーモードのメロディを演奏するには、D3A3C4 にチューニングする必要がある。これで、エオリアンモードを演奏しやすくなる。 現在の最も一般的なチューニングは D3A3D4 だが、より伝統的な D3A3A3 やいわゆる逆ヨニアンチューニングである D3G3D4 を好む指導者もいる。リバースチューニングとは、キーノートが中弦にあり、低音源がスケールの5番目にあるが、中弦より下のオクターブにあるチューニングとなる。これは、複数の指導者が簡単なチューニングとして、 提案していることもある。D3G3G3D4 からは、1フレットにカポをつけて、ドリアンモードで弾いたり、2弦を A3 に最長弦して、ミクソリディアンモードで弾いたり、ミクソリディアンからは1フレットにカポをつけて、エオリアンモードで弾いたりすることができる。アパラジアンダルシマーは、3から4本の弦と、シンプルなダイアトニックのフレットパターンを持ち、一般的に最も習得しやすい。 弦楽器の一つとされている。伝統的な演奏方法は、膝の上に平たく置き、右手で弦を叩いたり弾いたりし、左手で弦を押さえるものである。また、木製のテーブルの上にダルシマーを置いて、テーブルを共鳴器にして、音量を上げる方法もある。一般的には、奏者側にメロディ弦を、外側に低音源を張る。 伝統的な弾き方では、旋律弦の上でノーターを使ってフレッティングを行い、中低音源はフレッティングされていないドローンのように鳴らす。このスタイルは現在ではノータードローンと呼ばれている。一部の伝統では、プレイヤーは先を尖らせた羽を使って楽器をかき鳴らしている。初期のマウンテンダルシマーのフレットは通常、 指板の半分だけを覆うシンプルなワイヤーステープルで、旋律弦だけをフレットにすることができていた。1960年代初頭までには、多くのダルシマーメーカーがステープルを捨て、指板の幅全体に伸びるワイヤーを使用するようになった。これにより、すべての弦をフレットで演奏できるようになり、コードやメロディの範囲の拡大が可能になった。様々な新しい、 ノーターレスな演奏スタイルが登場し、現在ではコードメロディと総称されるようになった。また、全幅のフレットの出現により、楽器のフレットを同じ調整にすることが求められるようになった。古い半幅フレット楽器のフレットパターンは平均率にほとんど従わず、イントネーションはビルダーごとに異なっていた。シンプルなメロディをドローンに合わせて演奏すると、 このような独特の音階は音楽に暖かさと独特の風味を加えることができるが、古い標準的でないフレットパターンはコード化された時に不協和音を発生させることが多く、一部の人は受け入れられないと感じている。現代の奏者は平均率に合わせて全幅のフレットを配置した現代のダルシマーを使用し、コード理論と他の弦楽器からのテクニックを取り入れて、 楽器の多様性を大幅に拡大している。しかし、昔から様々な演奏スタイルが用いられてきた。例えば、ピックで弦をかき鳴らす代わりに、指でかき鳴らしたり、指でつまんだり、小さな棒で叩いたりすることもできる。ジーン・リッチーのザ・ダルシマーブックには、ケンタッキー州ビッグローレルのリア・スミス夫人の古い写真が掲載されており、ピックの代わりに弓を持ち、ダルシマーのテールを 奏者の膝の上に置き、ヘッドストックをテーブルの上に置いて演奏している。ロバート・ホースとアルド・シェは、彼らの本因サーチ・オブ・ザ・ワイルド・ダルシマーで、彼らの好ましい方法をギタースタイルと表現している。首にストラップをかけて、ダルシマーをぶら下げ、ギターのようにかき鳴らしているが、左手はネックの手前側からフレットを押さえている。また、ダルシマーが、 ヘッドストックを肩にして垂直に保持されているオートハープスタイルの演奏についても説明している。リン、マックスパッテンは著書 4&20 ソングズフォーザマウンテンダルシマーの中でダルシマーを横に倒してギターのように書き鳴らすと述べている。また他のプレイヤーはフィンガースタイルのテクニックを使用しておりフレッティングハンドでコードポジションを指で弾き ストラミングハンドで個々の弦をリズミカルに弾き、繊細なアルペジオを作り出している。アパラジアンダルシマーは、現在ではアメリカのオールドタイムミュージックの伝統の中心的な楽器となっているが、現代のダルシマー愛好家が演奏するスタイルは、伝統的な民族音楽からポピュラーなもの、実験的なものまで多岐にわたっている。一部のプレイヤーは、 中東やアジアの特定の楽器との音色の類似性を利用している。ますます現代のミュージシャンはソリッドボディのエレクトリックダルシマーの人気に貢献している。アパラジアンダルシマーが多くの国で支持を得ているため、米国、カナダ、英国、アイルランドではダルシマーフェスティバルが定期的に開催されている。マウンテンダルシマーは以前から古い世代と関係があったが、 最近ではその魅力に気づいた若いプレイヤーも増えている。また、演奏しやすいことから、教育用の楽器として、特に優れていると考える音楽教師も多く、教育現場で使用されることが多い。そのため、教育現場で使用されることが多く、自作のダルシマーを作る音楽教室もあります。ただし、予算、時間、及び職人技の制限により、 通常はダンボールで作られている。ローリングストーンズのブライアン・ジョーンズは1966年のアルバムアフターマスの中でエレクトリック・アパラチアン・ダルシマーを演奏しており、特にレディ・ジェインで演奏している。彼がエド・サリヴン賞での演奏中のこの楽器を演奏しているところを見ることができる。彼はリチャード・ファリーニャの録音を聞いて影響を受け、 この楽器を使うようになった。アパラジアンダルシマーの最も有名な演奏家の一人は、シンガーソングライターのジョニー・ミッチェルで、ミッチェルは1960年代後半のスタジオ録音で初めてこの楽器を演奏し、アルバムブルーで最も有名になり、ライブコンサートでも演奏している。シンディローパーは、コデビット・シュナウファーに支持したマウンテンダルシマー奏者としても注目を集めている。 ローパーは9枚目のスタジオアルバム、ボディアコースティックでダルシマーを演奏し、レコードをサポートするツアーでは、マウンテンダルシマーで、タイムアフタータイムや、シーバップなどの曲でを、ソロ演奏を披露している。ダルシマーを、主な楽器と考えている、現代のプロのミュージシャンには、ナッシュビルのスティーブン・セイファートや後のアルバムで、ダルシマーを使用した、アイルランドのブルースギタリスト、ロディ・ギャラガーなどがいる。 オーランドを拠点とするミュージシャンのビング・ファッチは、特別なデュアルフレットボードのマウンテン・ダルシマーとカスタムレゾネーターを使用して演奏しており、インターナショナルブルースチャレンジに出場した二人のマウンテン・ダルシマー奏者のうちの一人であり、2015年の大会では準決勝に進出し、2016年の大会では、ファッチはアパラチアン・マウンテン・ダルシマーのみで演奏していたにも、かかわらず、 決勝に進出し、ソロディオ部門でベストギタリストを受賞した。民族楽器の常でアパラチアンダルシマーには幅広いバリエーションがある。QI ダルシマーダルシマーの形状のバラエティ。ありがとうございます。